はい、もちもち TV のもちです。本日4月13日の月曜日なんですけど、アラフェスの当落発表が4月16日ですよね、確か。の木曜日かに迫ってるということで、で、まだアラフェスの開催か延期かが、そこが発表されてないということで、なんか新国立競技場でのイベントの、アラフェス以外の、まあ、イベントとかライブとかは、全部中止が発表されてるみたいなんですけど、まあ、アラフェスだけがなぜか中止か延期かとか発表されてないみたいで、で、もう当落も、もう3日後に迫って、これどうなるのかなって思ってるんですけど、その辺をちょっと話したいと思います。まあ、まず5月にやるかやらないかで言ったら、まあ、おそらくやらないとは思うんですよ。で、まあ、もしやったりしたら、もう嵐ファンだけじゃなくて、メンバーも多分批判の的になると思うので、まあ、これはさすがに、いくら国民的アイドルといえどやらないと思うんですね。じゃあなんでこんな発表が遅れてるのかというと、僕はその、表現の、やっぱ表現の仕方だと思うんですよ。まず中止って発表するか、延期って発表するかによっても、ちょっとファンのモチベーションとかがちょっと変わってくるじゃないですか。で、もちろん延期にするならするで、まあ大体いつぐらいの開催を予定してるかとか、まあ新型コロナの影響でまあ大体どれぐらいって予定はつかないと思うんですけど、そこの日程とかも、の発表とかもどうするかとか、あともしかしたら無観客で、まあこれあんまやってほしくないんですけど、無観客で開催して、動画として、それ映像として収めるっていう手もあると思うんですけど、まあこれはもう生で見たい身としてはそんなやってほしくないんですけど、でもそうなるともういつライブが開催できるかなんて本当にもう予定もつかないし、もう嵐さんの活動休止も今年の12月31日までということで、本当に目処がつかない状況で、もうどう判断するのか、まあないとは思うんですけど、嵐の活動休止を延期するしないっていう話も出てくると思うんで、本当にまあいろいろもうこの発表とか表現の仕方で、もうとりあえず5月にやらないことはほぼ間違いないっていう感じで、で、表現の仕方で発表が遅れてると思うんですね。まあもちろん飛行機を予約したり、ホテルを予約したりしてる人がすでにいると思うんで、まあ本当にその辺の方にとってはちょっと迷惑な話だと思うんですけど、まあキャンセル料とかを取られるっていう話も聞いてるんで、まあそれ迷惑な話だと思うんですけど、本当ギリギリまで本当に考えてるって意味では、本当に待ってあげてほしいなって思います。まあ僕が言ってもしょうがないんですけど、まあとりあえず16日の当落は、発表しないんじゃないかなって思うんですね。まあ、結局愛知の展覧会も4月の何日だったかな ?3 日だったかな ?6 日だったかな、まあ、とりあえず発表するって言って、まあ、その日以降に発表するって言ってたんですけど、それがほんとズルズル遅れて、結局開催は中止になりましたっていう連絡が来たんで、本当に今試行錯誤して、本当考えてるところだと思うんで、まあ、もちろん気持ちとしては、ま、やってほしいと思うんですけど、今のこの自粛ムードからしたらちょっと無理だと思うんで、まあ、とりあえずどんな発表がされるのかっていうのを温かく見守りたいと思います。で、まあ、一旦その話は置いといて、アンタイトルのライブの映像が、配信されたじゃないですか。まさかそんなことがあるなとは、なんていうサービスだって思ったんですけど、まさかの YouTube で配信されてるということで、本当にこれびっくりしたんですけど、まあ、この配信はもしかしたらもう5月のライブはやらないけど、とりあえず5月のライブは一旦やらないけど、その嵐のライブ映像を見て、そのパワーを蓄えといてくれとか、その何代わりにこの映像を見て、とりあえず自粛してくれみたいな、本当に嵐からのメッセージだと思うんで、そのライブ配信もそうですし、手洗い動画もそうですけど、本当にいろいろやってくれるなっていうことで、本当にすごい感謝しております。まあまだ月曜日なんですけど、今週1週間でどうなるか大体の目処がつくと思うので、まあとりあえずその発表を待ちたいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。